ちは。今日は銭形平次捕物控えおみくじ星団を巡る旅ということで両国に来ています。江戸東京博物館です。今日は寄りませんけど、両国に来たのは銭形平次身投げする女を巡る旅以来ですけど、その時はねやっぱりここからこっち側に向かったわけですけれど、今回富くじ星団は、石原の儀助親分とその娘のお品さんの本拠地本所石原の方へ行ってみたいと思うんで、今日はこの国際通りですかね、こっちの方に向かって進んでいきたいと思います。ではではお散歩スタートです。さて今回のお散歩コースですが、大江戸線両国駅を出まして北斎通りを東へ、隅田北斎美術館、のみのすくね神社、三遊亭圓朝住居跡、山岡鉄舟の旧居跡、勝海舟居住の地などを回りまして、大横川親水公園から石原町を目指します。それから九重部屋、徳山五兵衛屋敷跡、石雲寺というお寺のあった場所などを回りまして、横網町公園、守備の松跡碑、椎の木屋敷跡、旧安田庭園、それから百本食い跡などを回って横網町のあった場所を目指したいと思います。北斎通りをこっち側からこうね歩いてきたんですけれども、北斎通りには隅田北斎美術館があるということでね、ここなんですね。ではちょっと行ってみたいと思います。ここら辺がどうも北斎の生誕の地ということで、ここに看板があるみたいです。葛飾北斎生誕地ですね。80歳を過ぎても創作意欲は衰えず、死の床に着いた時もあと10年、いや5年でよいから生きさせてくれ、そうすれば真の画工になれるっていう、すごいですね。あとなんかこの辺に近所の観光案内や地図なんかがあるみたいです。ここは一応この緑町公園っていうことで、あ、ちょっと見えますね。あれが北斎美術館ですよ。近づいてみます。おお、かっこいい近代的な建物ですね。いつもねこれどこから入るんだろうって悩んじゃうんですけど、かっこいい北斎美術館です。今日はちょっと寄らないので、また次の目的地に向かいたいと思います。北斎通りをずっと来たんですけど、ここに何かありますね。のみのすくね神社と読むんですかね。かつてこの東側に相撲の高砂部屋があった。で、相撲の神様ののみのすくねを祀ったということらしいです。ちょっと中に入ってみましょうか。これは正面は向こう側かな。あ、ここになんか石碑がありますね。歴代横綱の石碑ということで、お、すごい歴代の
横綱の名前が入ってるみたいです。あんまり相撲詳しくないんでわかんないんですけど、若の花とかね、鷹の花、武蔵丸、横綱の名前が稀勢の里入ってるみたいですね。神社の正面はこっちですかね。で、どうも日本相撲協会、こんなところにこんなものがありました。ここは飲みの宿根神社からちょっと来たところなんですけれど、この辺に幕末から明治期に活躍した三遊亭圓朝っていう落語家さんの住んでいた場所があるみたいなんで、ちょっとそこを探してみたいと思います。ではこっちかな。車が通りました。ここの多分ここの路地をこっちに曲がります。ここに何やらちょっとした公園みたいなスペースがあるんですけど、これかな。これだこれだ。はい、三遊亭圓朝住居跡ということでね、三遊亭圓朝は幕末から明治時代にかけて活躍した落語家です。銭形平次じゃないんですけど、私がもう一つ朗読をやってる暗語取物帳っていう、それの第2話密室大犯罪の中で、その登場人物の秀作がこの圓朝の連続ものを楽しみに毎日聞きに行ってるっていう場所がありまして、その三遊亭圓朝ですね、こう人情話とか怪談話とかそういうのを得意としていた大家だったそうで、すごい明治の人っていうイメージが強かったんですけど、こうやって見るとやっぱ幕末から明治にかけて活躍した人なんだなっていう。この下の浮世絵は五代目尾上菊五郎ですけど、この上に書いてあるのが三遊亭圓朝ですかね。はい、ちょっとここら辺に住んでたっていうことで、銭形平次関係ないんですけど寄ってみました。北斎通りをずんずん歩いてきまして、このなんかすごい建物とこっちのすごい建物を南側に曲がりますと、山岡鉄舟の生家跡があるということで行ってみたいと思います。山岡鉄舟というとですね、暗号取物の泉山虎之助が、幼少の頃勝海舟について剣術を学び、海舟が忙しくなったので山岡鉄舟に預けられたっていう、その山岡鉄舟です。幕末の偉い人です。今はなんか立川中学校っていう中学校があるらしいんですけど、そこの正門前あたりに山岡鉄舟の生家小野家があったということなんですけど、あ、ここですかね。ありました、立川中学校。ここの前にある看板は何でしょう。はい、公立本所小学校跡ということで、山岡鉄舟のことについては書いてないのかな。ここが山岡鉄舟の生家小野家があった場所らしくてですね、小野家が生家ということは、山岡鉄舟は山岡家に婿に入ったわけなんですけれど、小野家は小倉奉行をやってたお家らしくて、小倉奉行というとあれですかね、
江戸時代この近くに大きなお米蔵があったからなんですかね。はい、というわけで山岡鉄舟の生家前でした。はい、先ほどの山岡鉄舟生家跡からちょっとやってきました。ここら辺にどうも勝海舟の住んでいた場所があるということで、この辺ですかね。はい、行ってみたいと思います。勝海舟といえば、これも安吾取物町の主要キャラクターですね。この建物自体は隅田ふれあいセンターっていうんですかね。隅田ふれあいセンター、ここになんか高等橋保育園っていうのがあるらしいんですけど、あ、ここですか、高等橋保育園。ここに看板がありました。はい、これが勝海舟居住の地、旗本岡の氏屋敷跡。ここに勝海舟が9歳から24歳まで住んでたっていうことらしいんですけど、どうもこのお父さんお母さんと一緒にこの旗本岡の氏の屋敷にお世話になっていたみたいです。はい、ということでスカイツリーが見えますね。こちらは今大横川親水公園に来ました。ここはなんか昔横川っていう川があった場所らしいんですけど、そこの上にできた細長い公園みたいです。これをずっと北の方に、このスカイツリーを目指してこっちの方に歩いていくと、伊助親分やお品さんのいた本所石原の方に出るということでね、これをずんずん行ってみたいと思います。というわけで大横川公園をこうずんずん歩いているんですけど、縦長な公園ですね。親水公園というだけあって、池っていうんでしょうか、なんていうんでしょうか、あ、おや、なんかですね、アメンボがいるみたいです。アメンボ懐かしいな、見えますかね。わあ、拡大してみるとちょっと怖い。はい、こんな感じの大横川親水公園でございます。どんどん行きます。はい、大横川親水公園を出まして、もう今この石原、住居表示的には石原なんでしょうか、墨田区石原にやってきました。ここが利助親分やお品さんがいたところになるわけですよね。近くに九重部屋があるみたいなんで、せっかくなんで見ていきたいと思います。九重部屋といえば千代の富士とか、可愛すぎるお相撲さんで有名な千代丸ですとか、今の親方は元千代大海なんですかね。ちょっと相撲あんまり詳しくないんであれなんですけどあ、ここかな、ここが九重部屋らしい。あ、なんか銅像がありますよ。これは千代の富士でしょうか。はい、ここがね、ちょっと暗くて見えないかも。九重部屋ですね。はい、九重部屋を見てまいりました。ではまた次に向かいます。はい、今蔵前橋通りに来ていますね。ここはもう住所的には墨田区石原なわけなんですけれども、江戸時代だとこの辺はまだ武家屋敷だったのかな、武家屋敷だった地帯で、町人地としての石原町はもうちょっとこれを行った先になるんですけど、どうもですね、この住居表示的に言うとですね、この辺石原じゃなくて石原っていうのが正しいっぽいんですよね。住居表示を見ると石原って書いてあるんですけど、銭形平次の小説を見ると石原ってルビが振ってあったりとかですね、あとどうも現地の人は
石原って呼んでるっていう話もちょっと聞いたことがあるのでね、この蔵前通り、蔵前橋通り沿いになんかそういう石原って書いてある看板があるらしいと聞きましたので、まあ、この辺を探してみているわけです。はい、この辺はこう住居表示を見ると石原になってるんですけど、ちょっとこっちに進んでいきますよ。はい、あ、もしかしてあれかな、ありましたね。逆光で見えにくいかな。はい、石原アイロードって読むんでしょうか。ここは石原っていう表記がされているっていう蔵前橋通り。小説のルビにも石原って振ってあったり、結構こう石原のりすけとずっと読んでいたので、まあ、お話の方は石原のりすけでもいいのかなっていう感じです。はい、ではこれから実際りすけ親分やお品さんがいたっていう石原町があった場所へ向かいます。今こうして墨田区石原を歩いているわけですけれども、あれですね、江戸の町っていうのはどうも明暦の大火後に整備された感があるので、縦横きれいにこう道路が並んでるみたいな感じがあるんですけれど、ここら辺にまさにこの墨田区本城を整備したっていう徳山五兵衛の屋敷跡があるらしいので、あ、これですかね。はい、まさにこれですね、徳山五兵衛屋敷跡。ここら辺が本所や墨田区本所の基礎を作り上げた一人、徳山五兵衛の屋敷のあった場所ということで、この屋敷の中にあったというお稲荷さんと一緒に、ここが屋敷跡として、はい、前景こんな感じです。はい、徳山五兵衛屋敷跡でした。はい、そういったわけで、本所石原町をこう歩いてきているわけですけれども、その富くじ星団の中に出てくる海雲寺っていうお寺は小堂先生の創作じゃないかと思うんですけどね、江戸の切り絵図を見てるとどうもその辺に石雲寺っていうお寺があったっぽいので、そのお寺のあった場所を探してみようと思います。この辺ですかね。あ、これはどうもこの間もやもやサマーズでやっていた横綱バーガーらしいですよ。こっちの方かと思います。今この辺りにお寺はないんですけれども、江戸時代この辺に石雲寺っていうお寺があったらしくて、今この割烹吉葉がある辺りに石雲寺っていうお寺があったらしいんですけどね。で、今石雲寺っていうのは荒川区の方にあるらしいんですが、それが昔どうも本所石原にあったっていうことなんですが、その江戸切り絵図を見ると石雲寺っていうのが雲、雲の字が雲なんですけど、その荒川区のお寺の方は雲の字が運動会の雲っていう字なんで、ちょっと同じお寺かどうかわからないんですが、まあそういったわけでこの辺に、石雲寺っていうお寺があったということでね、どうも野村小堂先生、この江戸の切り絵図を見ながらお話を考えてたんじゃないかななんて私は思ってるんですけど、はい、そういうわけでした。はい、はい、今横網町公園に来ています。これは横網町公園内の復興記念館ですか。それからこっちの方を見ますと、
東京都慰霊堂ですかね。この辺はメモリアルパーク的な感じでして、関東大震災の被害が東京のうちでも一番大きかったと言われているあたりです。そういえば私が前に朗読しました岡本喜堂の指輪一つという話が関東大震災直後の話なんですけれど、それの登場人物がですね、あなたは東京ですか、ああ私は本所ですって、ああ大変でしたねっていう、そういう場面がありました。そんな感じで、昔は陸軍被服廠があった場所らしいですね。はい、そんな感じの横浜町公園でした。ではここから、隅田川沿いの方へ行ってみたいと思います。はい、というわけでね、隅田川にやってきました。あー広いですね、隅田川。これがあれですよ、海抜ゼロメートルですよ。はい、隅田川、この向こう側にですね、守備の松っていう松があったらしいんですね。江戸時代にはよく浮世絵なんかにも書かれてるんですけど、こっち側が吉原なわけですね。でこう船で来る客が今日の守備を祈ったり、帰りの客が今日の守備を語り合ったりということで守備の松らしいんですけど、守備の松があったあたりに今なんか守備の松跡碑みたいのがあるらしいので、ちょっとこの蔵前橋を渡ってみようと思います。では行きます。はい、蔵前橋を渡ってきました。振り返るとですね、あちらには、はい、両国国技館の屋根、それから大きな川ですね。はい、スカイツリーですよ。はい、それからあれがアサヒビールの泡ですね。はいはい、ということで蔵前橋をこう渡りますと、この辺に守備の松があった場所があるはず。あれですかね。はい、ここに何やら火がありまして、はい、引きで守備松と書いてあります。ここに江戸時代守備の松があったらしい。この辺一帯は浅草オクラって言って大きなお米蔵があったんですね。そこの間に守備の松があったらしいんですけど、なんか通りの向こう側にはどうも浅草オクラ跡の木もあるらしいんですが、そういったわけで、どうも川を渡った向こう側にはお竹蔵っていう材木蔵兼お米蔵みたいな蔵がやっぱりあったそうです。ではまたちょっと戻りますけど、蔵前橋を渡ってまた向こう側に戻ってみたいと思います。はい、隅田川沿いをこう歩いてきまして、この刀剣博物館あたりですね。この刀剣博物館あたりに、江戸時代は松浦文後の神の下屋敷があったということで、この松浦文後の神の下屋敷っていうのがなんか椎の木があったということで椎の木屋敷とも呼ばれていたそうなんですけど、なんかまあこれが嬉野森とも呼ばれていて、まあ理由は守備の松と同じです。守備の松嬉野森、で、その椎の木っていうのが本所深川七不思議の落ち話の椎として有名な椎の木であったりもします。この辺は、その大きなお竹蔵っていう材木蔵兼お米蔵だったところがあった場所ですね。はい、というわけで今
刀剣博物館の横、旧安田庭園に来ています。こんな感じです。はい、あそこに見えるのが国技館で、あの辺にちらっと見えるのが江戸東京博物館ですかね。この辺は江戸時代は笠間藩松平氏の下屋敷のあったところで、隅田川の水を引いた海遊庭園だったんですね。その後安田財閥の安田善次郎の所有になって、今は隅田区の管理になっているそうなんですけれども、隅田川との接続はないみたいです。素敵な日本庭園ですね。では次はここを出まして、指物市の藤次郎が住んでいたという横網町の方へ向かいたいと思います。はい、横網町に向かって歩いてるわけなんですけれども、振り返ると両国国技館、そしてあそこからちらっと見えるスカイツリー、そしてこちらには両国駅、そしてなんかちらっとあそこに見えるのが江戸東京博物館ですね。ではこれをこっち側へ、横網町方面っていうか、まあここは横網なんですけれど、ついこれ間違えて横綱って読んじゃうよねでおなじみの横網ですけれども、昔江戸時代に横網町があったところへ向かっております。あ、なんかありますよ。これは百本食い跡。昔はこの辺まで隅田川が来てたってことですかね。あの百本食いっていうのは、ちょうど隅田川がすごいカーブしているところに杭がいっぱいあったところらしいんですけれど、まあ、隅田川が急カーブしてたってことで、なんか時代劇とか時代小説の中でもいろんなものが流れ着いたりとかしております。では引き続き、はい、どんどん江戸時代に横網町があったところへやってきています。この辺がね、ちょうどその横網町があった場所あたりだと思うんですけれども、はい、右を見ると両国橋、左を見るとあれは恵光院ですね。はい、この辺に藤次郎親方が住んでたということで、富くじ盛壇内ではお清さんが平治親分にここまで送ってきてもらったっていう、そういう場所です。ではこれからまた両国駅の方に向かって歩いていきたいと思います。もやもやサマーズでも純散歩でも紹介されていた両国メンチカツでメンチカツを買ってきました。お夕飯に早速いただきました。揚げたてでした。美味しかったです。はい、JR 両国駅に到着いたしました。今日のお散歩はここでおしまいなんですけれども、富くじ盛壇夏のお話で今日も暑かったです。こんな熱気の中富くじなどが行われていたんだなということでですね、毎日暑いので皆さんもどうぞ健康にお気をつけてお過ごしくださいね。では今回もご視聴ありがとうございました。